はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのトランザースパイラル ST です。2016年11月26日本日発売の WBBA 限定のベイですね。はい、はい、2001年に放送開始したバク転シュートベイブレードに登場したトランザースパイラルがバーストバージョンになって登場って書いてありますね。はい、はい、あ、そうだ、今日のね、うん、動画のコメントをですね、次の動画の最後の方にちょっと採用させていただく、なんか質問みたいな、質問ミニ質問コーナーみたいなのをこれからやろうかなと思ってますんで、はい、ぜひ皆さんコメントお待ちしておりますんで、はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。じゃあ早速開けていきましょう。しょ、よいしょ、よこでしょ。やっぱドライガーと同じような感じでクリアパーツではないね。はい、はい、じゃあ組み立てていきましょう。しょ、はい、ということでステッカー貼り終えました。こちらがドランザースパイラルスプレッドトランスですね。じゃあ組み立てはい、どうですかロック。まあまあか、うん、硬くもなく柔らかくもなくって感じだよね、うん、それでこのドランザースパイラルと同じ色のドライバーになってますね。はい、これあれだよね、スタミナとアタップアタップこれスタミナとアタック切り替えられるやつだよね、うん、あ、なるほどね。じゃあ結構楽しめそうだねこのペアはね、うん、あ、ドライガー持ってきてくれましたけれども、はい、あのバク転シュートベイブレードちょっと見たことがないのでわかんないんですが、すごく似てるんだね。うん、うん、じゃあアングル変えてシュートしていきましょう。しょい、はい、それではまずドランザースパイラル ST をシュートしていきましょう。はい、まずはどっちバージョン。じゃあまずスタミナからいきます。ゴーシュー。おー、綺麗だね。綺麗、なんか透明に見えるんだけど、うん、羽のところがね、うん、すごいね。すげー、なんか幽霊みたいに透けてるみたいに見えるよね。うん、じゃあアタックでいきます。はい、ゴーシュ。おー、いいねいいね。なるほど。はい、それでは対決していきましょうか。私はドライガースラッシュヘビーフュージョンでいきます。はい、ドランザースパイラルスプレッドトランスでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。トライガーいけ。あ、こうなっちゃうとどっちが強いのかわかんない。え、じゃあどっちやったの、アタック？確かアタック。アタックか。やっぱりこのドランザの方は透明に見えるね。うん、あ、負けた。よし、3、2、1、ゴーシュ。アタックだった。うわ、両方綺麗だね。綺麗だけど、なんかドランザーの方が結構音が静か。これはどっちが勝つんだろう。スタミナ対決みたいな感じになったけど。うん、やばい。よっしゃ。3、2、1、ゴーシュ。対決どうなる。まあ、本当にもう透明くんだね。あ、下狙われたけど、こうなるとちょっと斜めになりすぎてるドランザーね。当たれ。オッケーオッケー、締めしろ。あ、同時だ。同時。ではベイ書いてアマテリウスエアロアサルトプラチナバージョンできます。3、2、1、ゴーシュ。おーし、おーし、アマテリウス攻撃アマテリス、ちょっとバーストしてる。おー、やった。3、2、1、ゴーシュ。あー、追いかけっこになっちゃった。うん、こうなるとどっちがいいかわかんな。あ、来た。いけ、スタミナがなくなってきた両方。あー、負けた。3、2、1、ゴーシュ。お、いいぞいいぞ。やった。すっげー両者マスターだった。では私はまたベー買います。バルドゥールバンパーバイト、はい、連続伝説でいきます。おお、3、2、1、ゴーシュ。おい、攻撃。さあ、15年。おい、3、2、1、ゴーシュ。おい、やった。全て蹴散らした。こうやってフルバースト。3、2、1、ゴーシュ。
あっと、すごい。じゃあ僕はバルドゥールバンパーバイトに変えます。はい、私も変えてドランザースパイラルスプレッドトランス。はい、3、2、1、ゴーシー。もっと、すごいすごいすごい。バルドゥール、また追っかけっこになった。びっくりした今。なんかバルドゥールが吹きたくな動きをしていたよね。これは決まったかな。イエーイドランザー、3、2、1、ゴーシー。おっ、おっ、うわー。すごい。3、2、1、ゴーシュ。あ、ちょっと斜めに打ちすぎちゃったかな。安定してきた。オッケーオッケー、安定してきた。頑張れドランザー、頑張れバルドゥール。リッツズメイの誇りを見ててやれ。いやいや、でもそこはなんとか。しんべヱ頑張れ、しんべヱ頑張れ、見つけてリッツズメイ。あー、よし。じゃあ僕は余ってるセアラサとプラチナバージョンに変えます。はい、了解です。3、2、1、ゴーシュ。おっと、いい、いい、いい、ね、いい、ね、うわぁかーんって。3、2、1、ゴーシュ。すごい回転。3、2、1、ゴーシュ。いけ、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 おーい。すごい攻撃力だった。いはい、ということで今回はベイブレードバーストの WBBA 限定のドランザースパイラル ST でした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、今回のコメントの採用は次回、はい、動画の最後にやりたいと思いますのでぜひ皆さんコメントいっぱいお願いします。はい、ということで今回は